はい、それでは本日の定例記者会見は福祉部からの意見となります。9月の敬老月間ではご長寿をお祝いする、各種の敬老祝い行事が開催されますけれども、本日は本市が主催する敬老関連行事の主なものを2件ご紹介いたします。1件目は100歳訪問です。長年にわたりまして社会の発展に寄与されたしてこられたことに感謝をするとともにですね、その長寿を祝うために今年度中に満100歳を迎えられる方のご自宅を表敬いたすものでございます。表敬訪問いたすものでございます。記念品と花束を贈呈したいと考えております。訪問先は彦島西山町の園田玉子さん、そして大木本町の浦部札雄様のお二人でございます。大変お二人ともお元気であるということなのでお会いできるのを楽しみにしております。2件目は敬老の祝典です。こちらはですね、令和元年を最後にコロナ禍で中止をしておりましたけれども、今年は4年ぶりに開催したいと考えています。今年度80歳以上となられる方をお迎えいたしまして、本町館内にお住まいの方は9月17日日曜日に下関市民会館でお会いできるればと思っております。また各総合支所館内におきましてもそれぞれに敬老会を開催いたしますので、詳細はお手元の資料でご確認いただければと思います。本日の記者会見は以上です。